こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はスイングのリズムの3連符の練習。まあ要はこういうことですね。こういった感じで間に3連符で足と手で埋めていくっていうのをやっていきたいと思います。内容的にはですね、スイングリズムの3連符の練習、手が2つ足1つ、1つ抜きと2拍3連、足が2つ4つ割り、基礎練習で通す、もう全然意味わかんないと思いますけど、こういうことですね。手が2つ足が1つっていうのはこのドタタドタタ、足が1個と手が2つね。でこれ1番と3番がよく使うんですよ。なので1番と3番ばっかり練習してもらってもいいです。なのでレガートしながら、レガートするときはこれ、まあ、いつも5連とか言ってますけど、まずは3連符で縦で合わせる。ワンツースリー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 ワンツース
よく使うんですね。逆だとちょっと使いん。まあ一応練習しておきましょうってことですね。2拍3連っていうのはまあ3連符を手と足で分けると片っぽは2拍3連。6番ワンツースリー。7番ワンツースリー。使います。これもだから4、5、6、7通してみましょう。ワン、ツー、スリー。足が2つ。これエルヴィンがねゆっくりのあのコルトレーンプレイザブルースなんかでよく使ってます。という具合に練習してもらえばいいかなと思って。足が2つね。で4つ割りっていうのが2つずつです。11番と20番もね、ここまでですね。というわけで4つ割り。はい、それでは基礎練習で通すってことですね。これ1番から例えば7番までだと足のダブルがあんま出てこないので、1番から7番まで僕は結構そこそこ高速で。
派で通すというね。だから結構最初ドラムセットのバスドラの感覚とかこの辺が慣れるためにそこそこ今ぐらいのテンポで、まあ、ウォーミングアップ、初めてのドラムセットで僕結構ドラムセット持っていかないんでチューニングしたらこれを練習します。で8番から具合に、練習していただければ全然いいのかなと思います。まあ基礎練習なのでこの辺のフレーズを全部、ちょっとずつ苦手なやつね、特に2番とか5番とかめっちゃ難しいんでこの辺飛ばしていいと思います。でこの辺足のダブルが苦手な方は上の 1,3,4,6,7 あたりぐらいまで練習していただければ、十分、演奏でかなりグレードがアップするんじゃないかなと思います。本日は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。